とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、アップデート後に追加されました武器紹介したいと思います。これですね、グレートアックスブレードです。まあなんだろうな剣なのか斧なのかどっちかにしてっていうような武器なんだけども、能力としては、回避後に行う攻撃の威力が増加、ダイナモだね、ダイナモがついてます。でレベル1のダイナモなんで、そんなにね威力はアップしないかな。まあ途中をねずっと、まあこのね、バーストボーストリングがついてるやつでぴょん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 やっていって、ボスを一撃で倒すような感じで使えばいいのかな。どうでしょう。まあ普通の攻撃は体験と一緒だね、心を奪うものとかブロードソードと一緒なんだけども、どうでしょうか。ダイナモねまあとりあえず使ってみましょう。この武器のねレベルが115なんですよ。115。なので、アポカリプスプラスの1ぐらいがいいのかな。このレッドストーンコーナーあたり行こうか。違う。いや、ここでいいや。ここの、そうね、推奨パワー、ここら辺だね。114。行ってみましょう。では、行きましょう。そうだ。エンチャントつけてなかったね。まあ、クリティカルの、そうね、重力、輝きはあんまり向いてないんだよな。雷も向いてないんですよね。いいか。なんでもいいや。はい。続きは行ってみよう。どんぐらいダメージを与える？まあ、普通の体験だよ。普通の体験あんまりね、なんだろうな、ノックバックさせるんで、重力とはあんまり相性が良くないイメージがあるんだよね。遠くに飛ばしたやつをわざわざ重力で拾うんで、まあ、集めるっていうので使えるのかな。はいはい。まあまあ、使った感じは、本当普通の体験です。普通の体験。まあ、これでダイナモがついてるってことなので、ダイナモを活かせるように、跳ねでいきますか。ね。これで、いきましょう。これでいけば、だいぶ、ボスの時にはもうだいぶ溜まってるんじゃない？使っちゃった。そうだ。お、やった。クロスバイト。ダメ。ボスまでこれ使っちゃダメなんだ。よっしゃー。ちょっとボスまで使わないように行くね。武器振るの禁止で行きます。でもこれね、こいつ対抗するときにちょっと振っちゃうことがあるんだよね。まあ、気をつけていきますね。しっかりと敵を倒しつつ。よし、いいね。OK。でもこれがもう一箇所あるんだ。もう一箇所あるんだな。いや、落ちちゃった。また落ちちゃった。ダイナモがなかなか難しいからね。特に剣の方は俺ね、めちゃくちゃ難しいと思ってるんですけどね。弓の方がまだ使いやすいと思う。よしよしよし。もうだいぶみなぎってきたよ。わー、ホースマンだ。よし。いいね。剣は振らないで行こう。これボスまでにどんぐらいいくだろう。200ダイナモぐらいいくかな。200ダイナモぐらいはいけるでしょう。
こんぐらいいけば多分相当な威力が出るよ、おそらく。おそらく、うん、レベル1だからね、そこまで期待はできないかもしれないんですけど、まあそれでもやっぱりね、この蓄積ダメージなんで強いでしょう。ちょっと待て、これ剣を振らないようにいくっていうのがなかなか辛い。剣は絶対振っちゃダメなんで、よし、振らないようにね、気をつけて村人を助けながら行こう。いやしかしオーストリング強いな。まあこの弓のねレベルが違いますから、160代半ばなんで、それはこれ強いわ。よし、おお、200ダイナモ切ったね、いったね。これ300は無理か。300さすがに貯めていけば一発じゃない。おお、レッドストーンゴーレムの前にレッドストーンゴーレム、珍しい。おっ、ダイヤモンドツルハシゲットです。ちょっと待って、あっ、これ食っていけばいいじゃん。うん、力の工場飲んでいけばこれぐらいのダイナモで全然いけるでしょう。どんぐらいのダメージ出るだろうね。ダイナモ体験、威力を見よ。え、でも39万か、そんな大したことないね。うん、はい、まあとりあえず今日はですね、新しい装備のグレートアックスブレード使ってみました。うん、まあ普通の体験ですね。普通の体験、ダイナモがついてるんだけども若干微妙です。あ、微妙。まあ棒ストリングだけでね行って最後に使うとか、そういうのでいかがでしょうか。はい、まあこれの他にもね、アップデート後の新装備出ております。それもいくつかね、入手しまして動画出してますので、そっちもチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや！